余計な詮索はしなくていい。いいから黙って運んでくれ。うんうん。まあ、俺らはお足がもらえりゃそれでいいんだ。じゃあ、金出しを抜けますよ。さあ、着きましたね。ご苦労だった。あとは俺が住職を呼んで供養してもらう。これは約束の手間賃。あ、すみませんね。こんなに色をつけてもらって。また何かありゃ、いつでも呼んでくださいよ。大丈夫ですか、オイラン。不自由をかけてすみません。動けますか。昼間のうちに用意しておきました。男物の着物です。オイランが逃げたことに気づいて追っ手がかかるかもしれません。目くらましのために着替えてもらえますか。俺は向こうにいますから、終わったら呼んでください。これから両国橋まで向かいます。そこで伊勢屋様がお待ちです。抜け荷仲間の海戦が停泊しているので、それに乗って江戸を離れるんです。もし途中で追っ手が来れば俺が食い止めます。オイランだけでも両国橋のたもとまで向かってください。念のため道を覚えてもらえますか。俺は昔、伊勢屋様に命を救われているんです。俺には親がいなくて、子供の頃はドブネズミみたいに薄汚くて、生きるためなら何でもやるゴロつきでした。俺の故郷は北の方の港町だったんですが、そこで抜け荷の取引が行われるという話を聞いて、その品をかっぱらって売り飛ばせば金になると仲間の弟分たちと船に忍び込んだんです。結論から言えば、そんなことがうまくいくわけもありませんでした。
過去たちに捕まって殺される寸前まで痛めつけられた時、抜け荷の元締めが止めに入ってくれました。それが伊勢屋様だったんです。俺はどうなっても構わないから、弟分たちだけは見逃してやってくれないか。そう言うと伊勢屋様は面白そうな顔して、その度胸と腕っぷしが気に入った。お前俺のために働くかと、弟分たちを解放してくれたんです。度胸はともかく、その時の俺は10人近い過去たちをぶちのめしていたんで。それまでの俺は暴力に頼ることでしか生きられないクズでした。だけどそんな俺に伊勢屋様は額をつけてくれて、本当に片腕として扱ってくれたんです。伊勢屋様は時々生き別れになった幼馴染の話を聞かせてくれました。今は吉原にいる彼女をいつか取り戻す、そのためにこの生き方を選んだんだと打ち明けてくれました。その女性を守るために大岡屋へ潜入してくれと頼まれて、俺は必ず任務を全うすると決めたんです。初めてあなたを目にした時、正直驚きました。凛として綺麗なのにどこか無邪気で子供っぽい、伊勢屋様が言っていた通りの女性だったので。もう時間がないです。急ぎましょう。静かに、このまま進みます。次の角を曲がったら道なりにまっすぐ走ってください。俺たちをつけてきている連中がいます。吉原の追っ手かは分かりませんが、ひとまず足止めします。さっき話したでしょう、腕っぷしなら伊勢屋様のお墨付きです。顔を確認されたら終わりです。決して振り返らないでいいですね。もうすぐです。行きますよ。逃げたぞ。おい、オイランの千早だ、捕まえろ。お前らの相手はこっちだ。うお、辰吉、お前が裏切ったのか。
女？お前もしかしてチャヤオイラン？バカ野郎！女の方は無傷で連れ戻せって話だったろうが！暗くて顔が見えなかったんだよ。てっきりオイランを連れて逃げた男の方かと。着物を変えてるだけで見間違えたってか。これじゃ先回りした意味がねえだろ。バク！手洗い真似を失礼しますよ、オイラン。あなたにはこのまま大火屋に戻っていただきます。行ってください、オイラン。きっと伊勢屋様に会ってください。ずいぶん大胆なことをしてくれたね。そう言っておけばお前が伊勢屋様のところに向かうんじゃないかと思ってね。少し前からお前が辰吉と妙な真似をしていたのは気づいていたんだよ。こんな怪我までして。
すぐに医者にかからなければいけないね。さあ、私と帰ろう。二度とこんなことはしないと誓うなら、今回のことは多めに見よう。お前のいない毎日などどうしたって考えられない。私にはお前が必要なんだ。やっぱり来たね。おい、そいつから離れろ。最初の追手を殺したのかい？彼らには何の罪もないだろうに。かわいそうに。うるさい！黙れ！彼女を離せ！さもないと。何してるんだ！行くな！行かないでくれ。私はお前のことが。最近時々目がかすんで視界がぶれることがあってね。そんな奴放っておけ！君は俺よりもそいつが大切なのか？
他の男の元へ行かせるくらいなら今ここで殺してあげよう。大丈夫、私もすぐに後を追うよ。お前、怖くないよ。ほんの一瞬で痛みも苦しみもないうちに終わるから。見えない。行こう。君のせいじゃない。仕方がなかったんだ。こいつは正当な報いを受けたんだよ。そろそろ船が出る。さあ行こう。俺と一緒には来てくれないのか。俺と生きるよりもそいつを選ぶのか。どうしてもその男と離れたくないんだね。